チャンネル。こんにちは。こんにちは。ということで、はい、ドラフト戦略パート2ということで。今日どこのチーム行きましょうか。今日はですね、はい、中日とオリックスです。お、中日とオリックス。はい。まあ、ちょっと B クラスで終わったチームということですね。はい、まあまずはじゃあ中日から。はい。中日、来年結構強いかもかです。そうなんですか。はい。今年は5位でしたよね。今年は5位です。はい。でも、はい、結構来年期待値あります。これ、それはドラフトがうまくいったらって言われて。行かなくても。行かなくても？どうしてですか？いや、あの、ピッチャーも、はい、まあ、小笠原、あの、怪我して、はい、あの、ちょっと棒に振った感ありましたけど、はい、まあ、そこは、まあ、完璧に復帰するっていうところも考えられますし、あと、柳も今年、はい、良かったですし、うん、で、大野が何と言っても復活したっていうところもありますし、まあ、中継ぎもロドリゲスとか、はい、まあ、タイトル取りましたし、、あの、全体的に、そんな悪くないんですよ。はい。あの、成績は。だから、まあね、あの、資料はね、日刊スポーツで、はい、読んでます。え、じゃあ、ピッチャー育ってきてるじゃないですか。育ってきてます。じゃあ、ドラフトは、ピッチャーを1位手分けではなく。で、まあでも、ピッチャーは、いるに越したことないし、うん、その名前が出た選手が万全に結果出すかっていうと、はい、それもなかなかわかんないじゃないですか。はい。やっぱりね、中日今年の、はい、まあ、問題点は、前半に、うまく回らなかったですね。うん、その中継ぎ陣もそうだし、。でも後半、中継ぎ陣良くなってきたんですよ。はい、岡田とか、福、祖父江、藤井島とか、うんうん、岡田をクローザーにしたりとか、はい、ロドリゲスとか。なんて言ってもね、あの、8月以降、はい、25勝21敗2分けなんですよ。貯金4なんですよ。8月以降、8、9と勝ち越してるんですよね。で、全体的に68勝73敗の借金5なんですよ。はい、ということは、うん、前半うまく回らなかった。でも後半、そういうところで立て直してきたっていうところに、うん、まあ、あと高橋周平の怪我とか、はい、いろんな、ね、こう、不幸な出来事もあったんで、そういったところを考えると、来年ね、強そう。まあ、ピッチャーは取った方がいいです。あと、まあ、キャッチャーも取った方がいいかもなんですね。あ、キャッチャー、そうですね。はい。まあ、加藤っていうね、もうかなり、甲斐キャノンに匹敵するぐらい肩のいい、はい、いますし、まあ、終盤、ちょっとずつバッティングが良くなってきたんで、うん、はい、まあ、でも層が薄いんで、チーで言うならキャッチャーは取った方がいい。ただ、まあそこまで全部のポジションで薄くはないから、魅力的な選手を取ればいいっていう。だから多分ドラフト1位は奥川くんが地元らしいんですよね。はい、ああ、そうか。だからここは行くと思うんですよ。へえ、はいはいはい。あとね、東海理科にね、立野くんっていうピッチャーいるんですよ。はい。ここも今日僕生で見たんですけど、結構あのバランス取れていいピッチャーなんで、うん、まあ東海理科ね、地元なんで、はい、そういった選手をやっぱ取っていくと盛り上がるじゃないですか、うん、地域も。だそういった選手は取った方がいいですけど、はい、基本キャッチャーは取った方がいいけど、まあ、ピッチャー、キャッチャー、あとはもう、いいの、好きなの取っていいです。はい。来年多分ね、強いような気がします。え、佐藤さんするんだったら結構、なんか楽しみですね。いや、若手がこう、いい感じでね、高橋周平もわー、来てるし、育ってきてるんで、強打がね、去年より若干落としましたけど、はい、まあでもそこそこ頑張れてる、うん。ピッチャーも若い選手が上がってきて、ね、外国人もうまくまとまってる。はい、これがカチッて。ガチンとまとまったら、うん、あと何かなんですよ、はい。その何かはドラフト戦略じゃないと思うんですよ。うん、これはもう選手たちの覚醒と頑張りと戦略なんで、はい、急務じゃないような気がします。ほー、個人的に。いいなと思った選手をどんどん取っていく。取っていく。はい。その中で、まあ未来に向けての準備もしながら、うん、でも何気に強いような気がします。中日。おー、なるほど。じゃあ続いて、はい、オリックス行きましょう。オリックスですね。はい。オリックスはですね、うん、なんて言っても、はい、投手陣本当に良かったです。今年は。だって山本由伸投手大好きですもんね。山本がね、はい、あのタイトル最後6イニングでタイトル取って、山岡もタイトル取って。はい、先発は感じいいです。なんか終盤ね、若手の選手とかも出てきたりしてね、はい、そうです、感じいいです。はい。問題は、はい、やっぱ中継ぎです。中継ぎかー。ね、増えてきた松田も今年あんまりだったし、はい、最後、ディクソンをね、抑えにしたっていう好判断で、うん、ちょっと連勝も仕掛けてね、はい、いい感じでやってさ、まあ最後ちょっと落ちましたけど、うん、でもそれまでに繋ぐのが、まあなかなかちょっと薄いね、層が。だから、いい選手もいたりして、怪我もしてるんですよね、はい、結構中継ぎのピッチャーが。だからそう考えると、やっぱこう、マネージメントもしなきゃいけないですね。はい、いや怪我するまで投げさせちゃダメなんで。うん、だこう、中継ぎ陣の戦力が偏るから、そこを酷使して怪我につながるんで、はい、もうちょっとこう、いい感じでまとめれれば、先発中継ぎっていければ、打線はね、いいもん持ってんすよ。はい。いいもん持ってんすけど、はい、
こう、ピッチャーも野手もそうなんですけど、上と下の差が激しいんですよ。あー、なるほど。いい感じの真ん中がいないんですよ。だバッターで言ったら、吉田とか選手がいるけど、その次に次ぐ感じっていう。だからまあ、構想して言うとね、はい、奥田とか足が速かったとか、いい形で出塁したとか、はい、あと中川がね、新人ながら結構いい感じで来たとか、っていうところあるんですけど、ショックっていうのはね、そうですね、もう一つ足りない。あとなんて言うんだろうね、キャッチャー。あー、キャッチャー。1割台はきつい。はい、若月。うーん、しかも層も薄い、はい。オリックスもキャッチャーいります。結構キャッチャー争奪戦ですね、本当に。いや、今年はキャッチャー結構争奪戦なんで、はい、あの、情報によると、はい、あの、阪神が1位、奥川君行って、ダメだったら外れ1位で、東海大学の海野君キャッチャー取るかもしれないっていう。キャッチャー1位で。話もあるんですよ。っていうぐらい、今年はポテンシャルが高そうなんですよね。はい、キャッチャー、大学生において。まあ、高校生もそうですけど。はい、オリックスもね、オリックスなんて、もう、まあ、奥川君、いいピッチャーいるっすけど、うん、強気のキャッチャー1位指名でもいいと思うんです。ああ、そうしたらね、一本釣りできる可能性もね。十分、ね。キャッチャー最初から単独1位でいったら、はい、多分一本釣りできると思う。そうですね。はい、あとね、ショート。はい。ああ、確かに。あの、本当に固まらずに、ね。うん、いろんな選手が出るじゃないですか。あとは、まあ、外野も、まあ、胸もいい感じできたし、はい、まあ、吉田正尚がいるんですけど、後藤とかね、うん、なんか一緒のような感じなんですよ、はい、うん、選手の感じが、はい、キャラが、はい、もうちょっとちょっと違うのを取っていくか、だから内外野どっちか集めました方がいいですね。ちょっとこうは開いてるんで、はい、だまあでも井の一番に欲しいのはキャッチャーです。キャッチャーですか、はい、もうオリックスも中日と同じで後半すごいこう上げてきましたよね。よかったんですよ、うん、だからもうちょっとっす、もうちょっと頑張れば何かプラス要素が。毎年評判いいんですよ。そうなんですね。評判はいいんですけど、はい、今年なんで足バンバン使って盗塁も増えたし、うん、でも勝ちにつながってないのと、はい、チーム防御率、はい、パリーグ5位、チーム打率、パリーグ最下位なんですよ。だからいい選手はいるんですけど、チームとしてのまとまりに欠けるんですよ。なるほど。だからこれが激しいんですよ。主力におんぶに抱っこだから、はい、そこが打たないと総崩れになるんですよ。固定しきれないっていうのと、はい、どれもそんなにこう一緒みたいな感じがそうなるんで、はい、だからまあバシッとね、そこ野手陣の核が欲しいですね、吉田以外に。吉田いい。そんじゃないと吉田が打たないと負けるみたいな感じなんで、でピッチャーも山岡が勝てないと負けますみたいな感じになるから、はい、連敗したりとか脆いんですよ、うんうん、だその次に行く選手の層を厚くしたいんですよ。なるほど。そのためには中で育てるのか新しく取るかなんで、はい、まあ新しく取った方がいいでしょうね、僕の感想は。はい、じゃあドラフトは、まあキャッチャーはキャッチャーもマスト、もうキャッチャーはマスト、はい、もう1位2位でどっちか、あとはまあやっぱりいいピッチャーといいピッチャーと野手のいいのも、だからまあ履正社のね、うん、井上くんとか、あでかいし右じゃないですか、はい、そういうので、ね、地元じゃないですか、ええ、結構大砲系の選手を取っていうのも、うん、でも早めに消えると思うんで3位までには消えると思うんですよ、はい、だそこまで行くか、あとね開始名でいいピッチャーいるんですよ、左なんですけど、はい、さ佐藤さんが見つけてるんですか、隠し玉です、誰だろう、ワンチャンス、はい、年齢がね、27、8ぐらいなんで、もう結構いってるんで、社会人で、ええ。だからもう年がいってるんで、もうすぐ取って、使えなかったらすぐ切っていい。はい、左で、ええ、あの、安定的に142、3ぐらいをコンスタンスに投げて、コントロールいいし、ええ、球の出どころも見づらいんですよ、はい。で、あの、いい球来るんですよ。はい、受けたことあるんで、ええ。え、受けたことあるってどういうことですか？どういうこと？ほんで、これはいいと思ったんですよ。はい、パナソニックにね、榎本っていうピッチャーがいるんですよ。何気に、今年の都市対抗もそうだし、ほぼ打たれてないんですよ。はい、うん、社会人で。はい、で、球もいいんですけど、年齢が高いっていうのがネックなんで、うん、取ってダメだったらクビにしていいです。はい、わかる。え、なんで受けたんですか？あのパナソニックの臨時コーチしてる。あ、そういうこと。だからこれは別に、はいはい、忖度抜きに、本当にいいんですよ。いいなと思って、何歳なのって聞いたら27とかって言うから、はい、結構行ってるなと思って。プロ志望なんですか？はい、行きたいとは言ってるんですよ。で、そこそこいいんで、はい、ダメだったらもう1、2年で切ってもいいぐらいの気持ちで、取る。で、回で取るんだったら、はい、僕は結構掘り出し物の、で、先発でも中継ぎでも両方できるんで、
いい感じに使えればワンチャン面白いんちゃうかっていう。だって楽天の高梨投手だってドラフト9位で、うん、もうほぼそのチームすらもうねちょっとクビになりそうだったところを取って対戦してますからね。だからそういう目で見たら僕はその回でね、上位はいいです、はい、回で取ってワンチャンどうやっていうののパナソニックでやるもんね、はい、で中日はね東海理科の盾の子やっぱ地元なんで、はい、でパナソニックも地元じゃないですか、大阪だから、はい、これいいと思うんです。おー、この動画見てますかね、スカウトさん。そうっすね、はい、見てますかね。見てますかね。でもなんかね、山本由伸、はい、なんか侍ジャパン発表されて抑えにするとかっていうね、ニュースになってたじゃないですか。で、佐藤さんの言う通りだと思いました。でしょ、はい、結局ね、僕もね、そんな間違ったこと言ってないんですよ。はい。